ルヘッド解放とことんとことんショベット解放区の酒井です。本日はですね、タコメーターをまあちょっと修理していくという動画になるんですが、前回バラしましてタコメーターをですね、希少価値の高いタコメーターということで、この針金がここについてたんですよね。ここにでこれぐるぐる丸になってたんですけど、これちょっとその後伸ばしちゃったんだけど、ちょっとここをちょっと一回もうちょっと見ていって、でこの針金っていうか、これはあれなんですよね、なんでヒゲゼンマイって言ってタコメーターの中には必ず入ってる部品なんですよ。でそのヒゲゼンマイを俺中古で買ったんですよ。これヒゲゼンマイね、で全くちょっとねサイズ感が違って、失敗してしまった部品になるんですけど、ちょっとそういったところをちょっと今日はちょっとやっていきたいと思います。はい、このチャンネルでですね、ショベルヘッドのことをハーレーダビッドソン、バイク DIY、 バイクメンテナンス、バイクについての話をさせていただいてます。チャンネル登録していただけるとすごく嬉しいのでよろしくお願いします。あと同時にですね、動画の方グッドボタン、コメントいただけるとテンション上がりまして動画撮っていくことができますのでよろしくお願いします。もしコメントないよって方おられたら、とことんとことんだけでも入れといていただけると嬉しいです。LINE の方で公式 LINE とオープンチャットっていうのも作ってますので、そちらの登録もお願いします。はい、では本日はタコメーターを修理していくということでやっていきたいと思います。はい、でちょっと前回の動画見てもらえばいいかなとは思うんですけど、ここにヒゲゼンマイっていうのがついて、ここはこのヒゲゼンマイが壊れてるのではないかということを推測してるんですよ、思ってるんですよ。でヒゲゼンマイを今回買ったんで、これがね突破口の一つになると俺は思ってるんですよね。ちょっと待ってよ。まずここのヒゲゼンマイってどうやって取り付けられているんだっていうことなんですよね。分かった。これさ、たださ、圧入してあるんだ。これ撮りたい動画だったんだけど、なかなかね撮りたい動画もあるんだけど、なかなかそこまで行きつけないっていうことがあったりとかして、これ見て、ここにここに、ね、亀裂が入ってて、見えますかね、亀裂が入ってて、この亀裂っていうかあれが入ってて、筋っていうかさ、それをちょっと開いてやれば入るんじゃないかな、抜けるんじゃないかな。待ってよ、もっと細いやつ。PB、ここ細いな、多分。そこにパコって。はい。やけど、これ怖いな。ここずれちゃったらもう意味ないもんね、ここがね。ここはどうなって、ここはこう回ることによってこのヒゲゼンマイが動くってことだよね。このヒゲゼンマイ外したい。よし、ちょっと待って、力入れる前にまずこっちのヒゲゼンマイ見てみましょうね。こっちのヒゲゼンマイを見てみよう。これはね、サイズこれ確実に違うんだけど、これを買ったことによって確実に何か伸びる、何か情報が、俺全く知らないからさ、この部品を買ったことによって何か突破口になるはずなんだよ。2個あるよ、このマイナスちょっと危ない、危険だよね。
このここにヒデゼンマイまず見せますわ皆さん。まずねどういったものなのかって言って、これも完全にサイズ感が違うでしょ。ほらこれ見て、うん、これが白い、うん、これと同じものがここについてたんですよね。これタコメーターの中身なんですけど、これ今針金ビョーン伸びちゃってますけど、僕伸ばしちゃったんですけど、これは今針金が巻いてる状態なんですよ。ここでメーターが動いて、多分メーターがこうやって動くんだよね多分。もうこれ全くダメだ、全くサイズ感が違うよね。ちょっと一回これで乗せといて、ここをまず外せないといけないよね。ここを今日なんとか外したい。なんとか今日外した。これ上に、普通にキュッと上にやれば外れるのかな。いや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 、ちょっと待って、ねんこれめっちゃ使うからね、みんな買わなかんよ。それは今日アストロで、今日アストロ行ってきたんだけど、うん、やっぱこれを広げりゃ取れるんだ。ここ、うん、あ、こっちもそうなってるわ。間違いない間違いない、ここを広げりゃいいんだ。どうやって広げるんだ。入ってないもんね、精密ドライバーがね。よし、ちょっと待って、ちょっと一回精密ドライバー取ってくるわ。はい、俺の大好き精密ドライバーこれだね。これ削っとるやん、この間。これぐらいでいけるか。見えマジ見え。画像的にはちょっとあんま良くない画像になってるかもしれないけど、ごめんね、ま、ちょそれどころじゃないんだな。今これをこの切れ目のとこ入れて広げた、ちょっと。あ、出た。こういうことね。全然もうサイズ感が、もうバネの太さが全然違う。はい、もうこれは本当に、まあ、けどこれ見ることができてよかったっていう部分と、本物のヒゲゼンマイっていうのが、だからもっと大きいやつここにはまる、まあこうヒゲゼンマイを探せばいいんだよね。よし、はい、じゃあとりあえずここにヒゲゼンマイをつけて、ヒゲゼンマイをつけて、忘れちゃった、自分の動画見直さなかった。ここにね、ヒゲゼンマイを固定する場所があるんですよ。真ん中はこのヒゲゼンマイ固定っていうか、こうされてるじゃないですか。これ見てもらうと分かるんですけど、これもういらないからもうやっちゃうけど、これ見て、ここ曲げちゃおうか。ほら今俺こうやって、あ、痛い痛い、今ちょっと曲げてちょこっと出たでしょ。これがこれをここに巻きつけるんですよ。ハンダ付けとかでもいいと思います。これはね、これは結構こう綺麗にクッて巻き込んであった、うん、はい。なんで次はちょっと先に進んだと思います。
はい、なんで次はちょっとヒゲゼンマイをちょっと別のものをゲットしてきます。はい、ここ曲がっちゃかんからね、多分そんな力入れずに取れたと思う。はい、本日動画終わります。ヒゲゼンマイ今度ちょっと用意してみます。ありがとうございました。